これあるところに補助線を一本引くと糸も簡単にも三読みです。さて今日も算数の問題を解いていきましょう。はい、今日はこのような問題です。四角形 ABC の面積は12平方センチメートル、 E、F はそれぞれ真ん中の点ですと。はい、この時斜線部分の面積を求めなさいという問題です。はい、それでは解説を始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、同じ長さっていうことを使わないといけませんが、これあるところに補助線を一本引くと、いとも簡単に問題が解くことができます。さて、それはどこかというと、ここになります。さあ、これがちょうどここの同じ長さを生かす一本の、まあ、奇跡の線ですよね。さて、どうなるのかというと、四角形が、まあ、二つに割るとね、三角形と三角形になりますよね。この線が、まあ、最も大事になっていきます。しかも、この下見てください。さらに、三角形二つに分かれてるんですけれども、こことここ同じですよね。同じで、しかも、この左と右の三角形は、高さも等しい三角形になります。だから、こことここの面積は同じです。1010にしておきたいと思います。はい。じゃあ次なんですけれども、残りの三角形見てください。この左の三角形と右の三角形も、まあ、底辺と呼びますけど、底辺がまあ同じ長さで、これ高さは同じなんですよね。頂点が共有している場合、同じ頂点を持つ場合、ここがもし長さが等しければ高さも等しくなるので、面積って全く同じになるんですよね。こちらもそうですね。こちらもそうなので、これは今度は1四角と1四角というふうに置きたいと思います。さて、すると求めるのは1丸と1四角の合計なんですけれども、今度はこの12を利用していきます。さあ、12っていうのはこれで表すと、2丸足す2四角のことですね、全部で。2丸足す2四角が12。今欲しいのは1丸と1四角ですから、ちょうどこれの半分になってるわけで、12も半分にして6と。はい、ということで答え、6平方センチメートルというのがわかります。はい。これね、見た目もね、ちょっと半分なんですけど、半分半分と半分半分になってるので、全体としても半分になってるっていうことが大切なポイントということになります。だから、ここの辺の比が変わったら問題は解けないですし、逆にこれが1対2とか同じ割合であれば、問題解くこと可能ということになります。はい。というわけで本日は以上です。ありがとうございました。